今回は吉野家の牛丼を小泉進次郎流にアレンジして食べてみたいと思います。紅生姜をちょっとたくさん乗せなきゃいけないみたいなんですね。こちらちょっとどんなものかあれなんですけど、まずこちら普通の吉野家の牛丼ですね。これにまあたくさん紅生姜を乗せなきゃいけないんですけど、とりあえず一袋でっていうか一つ頼むと俺の3つまでなんですね。こちら紅生姜をかけていくんですけど、多分これだと全然足りないんですよね。なんでセブンイレブンでちょっと追加で買ってきたんですけど、いやどうですかね、多分これだと全然足りないんですよね。まあ小泉進次郎議員はですねすごいですからね、紅生姜つけてですね食べてたんで、それを再現したいと思うんですよね。足りないですね、これだと。3つだと、まあ3つだと普通ですもんね、これだと。まあ、普通の紅生姜のせだけだの牛丼なんで、これにやっぱり、こちらですよね、もう、セブンイレブンで買った紅生姜 60g ですね。これも入れてですね、これも入れたらすごいことなんじゃないですかね。いやどうですかね、こちら。紅生姜ですね。すごいですね。これだけ入れればもう再現できたんじゃないですかね。これでもまだ肉見えますからね。でもこんなもんですかね。これだけ入れれば再現できたと思いますね。いやすごい量ですね。それにしてもですね。やっぱり3袋だと全然足りなかったんで、やっぱりこの大入りですよね。大入り1袋入れてみましたよ。いやーすごい紅生姜の匂いがすごいですね、これ。やっぱこれだけ入れるともう牛丼の匂いより紅生姜の匂いの方が強くなるんで、すごい強いですね。いや、これでちょっと美味しいかなんですね、問題は。やっぱすごい、まあ、上級国民の方というとあれですけど、すごい方なんで、ちょっとどうなのか、お口に合うかわかんないですけどね、これ。でこれにさらにあの、まあ、七味はかけてますけど、七味はまあ普通の量なんで、まあ、1つもらえる3パックですかね。これだけ入れればいいんじゃないですかね。まあでも紅生姜多すぎても何が何だか分かんないですからね、これ。いや、これはちょっとすごい量ですよ。これが元が吉野家の牛丼だと思えないぐらいですからね。もうすごいことになってますよ、これ。もう分かんないですよ、これ。パッと見何か。普通の牛丼並み盛りなんですけどね。それに、小泉進次郎議員風の紅生姜もいいですかね。逆に多すぎたかもしれないですけど。まあいいんじゃないですかね、これぐらい乗せた方が。というところで、ちょっと断面も見ていきますかね、これ。切ったらどうなっちゃいますかね、これ。大変なことになっちゃいましたね、こちら。もうびちゃびちゃですよ、これ。ちょっと汁捨てた方がよかったですね。ちょっと失敗しましたけど。早速この紅生姜の汁まみれの牛丼ですね。小泉進次郎風なん、議員風なんで、美味しいと思うんですけど、ちょっと食べてみますね。うん。なんかもう別物ですね、これ。いや、面白いぐらい変わりますよ、これ。美味しいかというとあれなんですけど。いや、これは癖がありますね。かといってまずいわけじゃないんですよね。もう紅生姜のタレとこの牛丼タレがいい感じで混ざってですね。これはこれでありかなっていう、こういう食べ物だと思えばいいんじゃないですかね。確かに牛丼に飽きたらこれもいいかもしれないですけど、ちょっともったいないかもしれないですけどね、これはちょっとなんか贅沢な楽しみというか、食べれなくないですしね、なかなかいいかもしれないですね、これ。何がいいってこの紅生姜の酸味がですね、結構いいんですよね。むしろなんか酢飯みたくなんですね、これ。牛丼がですね。これはちょっと新しい発見ですよ。確かにこんだけ変わりかけると全然変わりますね、これ。
この違いにびっくりですよ。まあでも多すぎですねこれは。まあなんか、珍味みたいな感じですねやっぱり。でもこれは好きな人好きかなってところですね。これまずいわけじゃないんですよね。癖が強すぎるんですねこれ。なかなかここまで癖が強い牛丼もないと思いますね。まあ牛丼なのかってもう怪しいですよね。ここまで来ると別物ですからね。新しい食べ物になってますよ。そういう意味でもすごいですね小泉進次郎さん。小泉進次郎議員の頭の中どうなってるか分かんないですけど、やっぱりこれを思いつくのはすごいですね。違いますね。やっぱご飯が全然違うものになるんで、この酸っぱい感じがまた面白いですね。まあ酸っぱいものが好きだったらいいかもしれないですね。これ紅生姜もかけすぎてその辛みというか酸っぱみが強くなっちゃってますからね。いやこれ面白いですね。これさすがにちょっと店の3つだと足りないから別で買わなきゃいけないんでそこまでするかっていうと微妙なんですけど、でも新しい発見という意味では一度やってみてもいいかもしれないですねこれ。いや全然食えたもんじゃなくなるのかと思ったら普通にいけてびっくりですね。逆にですね、ちょっと白は入れすぎたかもしれないですけどね。まあでもこれはこれでいいんじゃないですかね。美味しいですよ。まあこれはこれで美味しいんですけど、元の牛丼が美味しいからってのもあるかもしれないですけどね。でかといってこの元の牛丼から美味しくなってるかっていうとちょっと逆にグレードダウンをしてるかもしれないんでちょっと微妙なかもしれないですね。これはかなり人を選ぶ食べ方ですね。いや本当に牛丼だけだこれもいいかもしれないですけど普通に食べた方がいいですね個人的にはですね。ちょっと癖がありすぎますね。いやよくよく考えたらこれ生姜だらけなんで体にはいいかもしれないですね。これ結局野菜みたいなもんですからね生姜ったら。そういう意味だとすごい健康になるかもしれないですね。健康食って言ってんだと美味しくいただけていいんじゃないですかね。そういう感じですかねこれ。こうも紅生姜入れるだけで変わるとは思わなかったですね。まあ量が量だからあれですよね。多分肉より多いかもしれないですからね紅生姜の方がですね。そう考えたらまあすごいですけど、まあ独特なセンスだなっていうのを感じますねやっぱり。まあでも本当にただでさえジャンクフードだと言われる牛丼がさらにジャンクフードになってますからね。もうジャンクフードどころじゃないかもしれないけどねこれ。いやまた面白いですね。癖がありすぎですね。というところで今回この吉野家の牛丼ですね、こちらをちょっと小泉進次郎臨風にアレンジして食べてみました。ご視聴ありがとうございました。